新潟バイパス。新潟バイパスは、新潟県新潟市近郊を通る一般国道のバイパス道路である。本校では、新潟バイパスと共に一本の路線として機能する、共用済みの新潟西、バイパス、新進バイパス及び事業中である、新潟西道路、新潟西道路の合わせて4路線についてまとめて記す。新潟市近郊を南西から北東に循環する、 新潟市内のバイパス号の中心角となる路線であり、延長は 41.2km。開通済み区間は、全線片側2車線以上、連続立体交差方式となっており、起点の蘇はインターチェンジを除き、他道路とは、すべて1から 3km おきに設置されている、インターチェンジによって、立体交差で接続している。なお、通行料は、全区間無料。 全線全区間が開通当初から無料である。全線が国土交通省が直轄管理を行う指定区間に指定されているほか、秋田交差点西狼柴田インターチェンジ間は、新潟東西道路として、地域高規格道路に指定されている、公日、以下、そ麦から柴田方面に向かう、下り車線を、東行き、その逆の上り車線を、 西行きと表現する。新潟市西区、秋田の秋田交差点から、道区、ソワのソワインターチェンジに至る延長 4.2km の区間。新潟東西道路のうち、秋田、ソワインターチェンジ間の延長 4km の区間の、原道は、平面に斜線で近年は、交通量の増大により渋滞が慢性化している。新潟市は、市域内の道路網の機能強化と、 慢性的な渋滞の解消を目的とし計画道路、新潟西道路として、片側2車線、一部連続立体交差方式のバイパス道路を整備する計画を、すでに決定しており、国土交通省は2007年、平成19年3月30日付で、地域高規格道路の調査官に指定し、新潟県も2011年、平成23年11月11日付で、 都市計画道路として計画決定を告示し、2019年度、平成31年度に事業化された。原道の横に、完成4車線、連続立体交差方式の本線を整備し、その後原道は、速道として活用する予定である。新潟市西区、ソワのソワインターチェンジから、道区山田の黒崎 IC に至る延長 8.6km の国道116号、 重複、国道289号のバイパス区間。1989年、平成元年に最初の区間が完成した、新潟西、バイパス、新潟バイパス、新進バイパスの3路線の中で最も新しい路線で、新潟西バイパスのみ、全区間が自動車専用道路となっている。起点のソワインターチェンジは、西区の市街地南西部に位置しており、 同 IC の交差点部を境に、祖伊勢の国道116号本道、柏崎沿方面と、新潟西バイパス、新潟西インターチェンジ方面とがそのまま直通する構造となってい新潟西バイパスのうち、新潟西インターチェンジから黒崎 IC に至る区間は当初北陸自動車道以下北陸道として建設され、 開通した区間だが、北陸道の新潟市内への延伸工事、及び本バイパスの建設に伴って、新潟料金所、現新潟西インターチェンジ第1料金所付近、新潟黒崎 IC、現黒崎 IC の間に IC を設置し、北陸道とバイパスを分岐させた。そのため、新潟西インターチェンジ周辺は、複雑な構造となっており、カーブが多い。詳細は、 片西インターチェンジを参照。2006年、平成18年12月22日、ソワインターチェンジ、高山インターチェンジを4車線化する工事が完成し、これによって、新潟バイパス、新進バイパスを含む、ソワインターチェンジ柴田 IC の全線が4、車線以上となった。黒崎 IC までが、新潟西バイパスで、この先は引き続き新潟バイパスとなる。 116号は、黒崎 IC からは北側へ分流し、平成大橋、新潟県庁舎南側、千歳大橋などを経由して、市内中心部へ至っている。なお2008年、平成20年3月31日までは、蘇和インターチェンジから、西区内や、堺林地区、有明大橋、関屋などを経由して、市内中心部に至る市街地区間。 原始道及び国道402号の区間も、新潟西バイパスと、並行する形で116号に指定されていた。4路線のうち、最も早く開通した、1973年、昭和48年全線開通のが、新潟バイパスである。全区間6車線で、黒崎 IC から引き続き国道8号、重複、国道17号及び国道7号の、 バイパス区間として、同市東区を上がった本町5丁目のエビガセ、インターチェンジに至る延長 11.29km の区間。新潟バイパスは当初、全線が国道8号の単独区間として建設されたため、国道としてはエビガセが、起点、黒崎が、終点に指定されている。ただし都市計画道路上は、起点が、黒崎、終点がエビガセに指定されている。 黒崎 IC を過ぎるとすぐ、新潟大橋で品濃川を渡る。新潟市中心部へは、明家インターチェンジ、桜木インターチェンジ、弁天インターチェンジ、市畜三 IC の4つのインターが利用できる。このうち市畜三 IC は、国道8号7号の境界となっており、市街地に向かう栗の木バイパスと、国道49号、亀田バイパスに接続している。 七畜山 IC 先の七畜湖線橋では、新越本線、白新線をまたぎ、上には上越新幹線の車両基地へ向かう高架橋を仰ぐ。この七畜湖線橋前後の区間はカーブと起伏が連続しているため見通しが悪いことなどが、登降、作業とも車線変更が禁止されている。海老ヶ瀬インターチェンジまでが新潟バイパスで、この先は引き続き新進バイパスとなる。 開通当初は、全線暫定2車線、片側1車線で、黒崎、ジョイケ、七九山、竹尾、エビガセの各 IC も平面交差となっていた。開通以降、車線拡幅と各 IC の立体交差化を順次進め、1985年、昭和60年に全区間の6車線化と全 IC の立体交差化を完了した。 黒崎エビが、狭は6車線、片側3車線だが、このうち後日の黒崎 IC の投降車線を除く、前日4カ所の IC は、本線が4車線、片側2車線分しかないため、特に朝、夕など、ラッシュ時には、ボトルネック支部が、慢性的に発生しやすくなっている。なお、投降車線の黒崎 IC 周辺では近年、ボトルネック渋滞の慢性化に加え、 急な車線変更が原因とみられる接触事故が多発していたことなどを受け、国土交通省新潟国道事務所は、同 IC の投降車線の歩道橋を1車線分、拡幅して、本線を3車線に改修する工事を2010年、平成22年秋から実施して、同年12月20日に完工し、整流化が図られている。黒崎 IC 及び四畜産 IC では、 交通誘導や安全性の向上のため、カラー連携表示が導入されている。詳しくは、各 IC の記事を参照。かつての建設省及び現在の国土交通省では、新潟、新進バイパスの交通円滑化と、黒崎 IC から東港 IC にかけて、道路施設の改修などを手掛ける、一般国道8号新潟バイパス、新潟地区交通対策を186年。 昭和61年度に事業化し、これまでに、車線増強、線形改良、耐震補強、インターチェンジの新設や改修などを行っている。交通量の多い黒崎、ジョイケ、タケオ、エビガセの、各 IC のランプ改良や、弁天、大谷治療 IC の新設はその一環である。桜木インターチェンジでは今後、ランプの車線構造の抜本改善が実施される、予定である。 また、四畜産 IC で接続する栗の木バイパスでは、交通量増大等に伴い、都市計画道路、小津島ルート線及び地域高規格道路、新潟南北道路の整備の一環として、同バイパスを連続立体交差化する栗の木道路及び四畜産道路の二つの事業が進められている。これに伴い、現在一部平面交差となっている。 市畜産 IC の完全立体化をはじめとする大規模な改めが予定されている春高時期は未定。弁天インターチェンジは前述の新潟地区交通対策によって整備されたものだが、この国の木バイパスの改良事業の一環も兼ねて先行して整備されたものである。エビヶ瀬インターチェンジから引き続き国道七号のバイパス区間として、同市北区北貫原郡聖堂町を経由して、 柴田市奥山新墓の柴田 IC に至る延長 17.2km の区間。新進は、新潟と、柴田の頭文字を取ったもので、沿線各市町の都市計画道路としての名称は、新潟柴田バイパスである。人市インターチェンジでは、新潟空港や日本海東北自動車道、新潟空港インターチェンジへのアクセス道路が整備、されている。阿賀野川を渡る阿賀野川大橋の前後は、 両方向ともカーブが連続する区間で終日流れが良くない。競馬場インターチェンジは JRA 新潟競馬場そばにあり、開催期間や重症競争の場外発売の際には非常に混雑する。豊坂インターチェンジ、ハスのインターチェンジにかけては新型東港南側の工業地域に面する。この間にある道の駅豊坂は 日本初の一般道路のパーキングエリアとして開設されたもので、道の駅発祥の地として認定されている。聖路柴田インターチェンジでは、日本海東北自動車道に接続。柴田 IC は、柴田市の市街地北西部に位置しており、道 IC からは、新潟県道32号柴田停車場線の柴田南バイパスなど、市街地方面へ向かう道路に接続する。 バイパス本堂の高架橋は、道 IC から大きく、北側へカーブして、船入り頂丁目交差点へと向かい、地上部で、柴田バイパスと合流。国道7号はここからさらに、村上、鶴岡方面へと至る。全線開通当初は、青楼インターチェンジと、東バイパスの終点である、柴田 IC は、平面交差となっており、しばしば渋滞が発生していたが、 西楼インターチェンジは1994年、平成6年に、芝田 IC は2008年、平成20年から2009年、平成21年にかけて立体化された、後者の詳細は、芝田インターチェンジを参照。また、ハスのインターチェンジ周辺では、近年、国道113号との総合間を往来する車両が多く、渋滞が慢性化していることから、 現状、ソア方面のみのハーフインターとなっている大部、大きの IC のランプを増強し、柴田方面のランプを新設して、両方向とも流出、流入可能とするなどして、ハスのインターチェンジに集中する交通量の分散化を、図る改良事業が進められており、2019年、平成31年3月29日に、柴田方面流入ラップが供用された。なお、 福島カッ放水路川口部の改作事業に伴い、豊坂インターチェンジ、東港 IC 間は1999年、平成11年から国道113号、国道345号、新潟県道204号島見柴田線の重複区間として暫定的に指定されていたが、2012年、平成24年3月29日の国道113号、横取バイパス、 都市計画道路山の下東港線の一部の共用開始に伴い、前日3路線は同バイパスに指定変更された、詳細は後日。1998年、平成10年6月16日、当時の建設省、現在の国土交通省は、国道116号の新潟市西区秋田から、新潟西バイパスの蘇和インターチェンジを経て、 新進バイパスの西楼柴田インターチェンジに至る延長 40km の区間を新潟東西道路として地域高規格道路の計画路線に指定した。すでに同年3月の新潟西バイパス、蘇和インターチェンジ、高山インターチェンジ間の共用開始によって蘇和伊の延長 36km の区間は全線が開通しており、同年12月18日付で 地域高規格道路の整備区間に指定された。一方、秋田交差点、蘇和インターチェンジの区間は2007年、平成19年3月30日付で、地域高規格道路の調査区間に指定され、新潟県も2011年、平成23年11月11日付で、都市計画道路として、計画決定を告示し、国土交通省により、 新潟西道路として2019年度、平成31年度に事業化された。1960年代、新潟市の中心市街地を従官していた当時の国道7号と国道8号は、モータリゼーションの進捗に伴って自動車交通量が著しく増加し、渋滞が慢性化して交通事故も頻発していた。新潟市とその周辺の市町村においては、 将来的な産業活動の活発化と、それに伴う、近郊部の都市化や宅地化等により、さらなる交通量の増加が予想された。こうしたことから、当時の建設省と新潟県、新潟市は、市街地を経由する通貨交通を郊外へ分離し、各幹線道路や、当時計画段階であった北陸自動車道などの高速道路から、 市街地への自動車交通を舐め化するため新国道の建設を計画し、1961年、昭和36年度から調査が開始された。当時の新潟市周辺の高速道路の建設計画は、北陸自動車道のみで、新潟市以北、伊東の区間については計画がなかったため、新国道はバイパス道路としてだけでなく、 新潟市北への幹線道路ネットワークの機能を補完する道路として計画が進められた。計画当初は、管制4車線、一部平面交差とされていたが、1960年代中盤の新潟市周辺では、1964年、昭和39年に発生した新潟地震の震災復興に関連する形で、 国道49号の亀田バイパスや栗の木川の本流埋め立てによる道路、現在の栗の木バイパス、さらには万代橋下流の有料道路、港大橋の建設構想など、新規の道路建設計画が相次いだ。そのためさらなる交通量の増加が予想されたことから、計画が変更され、完成6車線、全線連続立体交差という当時の一般道路としては、 異例の高規格道路として整備されることになった。ルート選定においては、市街地に接近しすぎると、用地の取得や保証などに、多額の費用を要する上、騒音などの公害が生じる恐れがあり、また逆に離れすぎると、バイパスとの連絡道路を長距離にわたって整備する必要が生じ、アクセスにも時間を要することから、市街部南東部に位置する七畜山砂丘に並行しながら、 新潟市エビガ瀬から西神原郡、黒崎村大和山田、当時付近にかけて、ほぼ一直線に結ぶ経路が選定された。また将来のバイパス沿線の市街地化などを考慮して、新潟市側は建設省に対し、バイパス前線に速度を設置するよう要望した。建設省側は、新潟バイパスは当時としては高規格で計画されたことから、 事業費の追加年出に難色を示したが、結局、保証農道としての速道は、国が、それ以外の速道は、新潟市が用地を取得することなり、一般国道のバイパス道路としては、全国で初めて、全線速道付きでの整備が決定した。また、笠上げ部の森土には、おおむね同時期に工事が、進められていた、新潟港、東港区、 新型東港と赤谷分水路からの改作度が活用されることになった。こうして1967年、昭和42年度に本格的に着工し、1970年、昭和45年に海老ヶ瀬市畜産館の暫定供養を開始。その後も交差点の立体化や車線像が進められ、1985年、昭和60年に新潟バイパスが、 全線完成。また、1971年、昭和46年度には、新進バイパス。1983年、昭和58年度には、新潟西バイパスがそれぞれ事業化され、1998年、平成10年に、ソ訪から柴田までの全線が開通し、新潟市近郊を南西から北東へ従管する 37km のバイパス道路網が構築された。 その後も、交通状況に合わせ、車線像やインターチェンジの改造、新設、沿線の騒音対策のための車音兵器設置等、様々な改修が行われている。区名から始まるものについては、すべて、新潟市である。新潟西バイパスの蘇インターチェンジ黒崎 IC は、自動車専用道路となっている。道路上の案内標識は、緑色のものが使用されており、文字の書体は、 小名、一部は、高断ゴシックが使用されている。ただし、標識のレイアウトは、一般道路用のものを使用。新潟に芝イパスの区間内には開通当初から、歩道を設けていないため、全区間を自動車専用道路として共用している。一方、黒崎伊藤の芝田 IC までの間は、新潟大橋、黒崎管理小道橋、阿賀野川大橋、新郷川橋、 柴田川橋、東港インターハシ、三菱橋の7カ所の橋梁部に歩道が設けられており、歩行者、自転車の通行が可能となっている箇所があることから、一般道路の扱いとなっている。このため、黒崎伊東の道路上の案内標識は、青色のものが使用されている。ただし、これら橋梁部等を除く区間については、歩道が設けられていないため、橋梁部を除き歩行者、 軽車両、自転車、リアカーなどの通行はできない構造になっている。新潟、新進両バイパス各 IC の出入り口には、これら人社の通行禁止を示す規制標識に加え、英語、ロシア語、ハングル、中国語、ンタヤザなどの外国語を併記した注意標識が設置されている。外国語を併記しているのは、外国人の歩行者等に対応するためだが、設置の契機となったのは、 かつて新型東港に出入港していたロシア船の船員が徒歩でバイパスに入り込み走行していた車両に跳ねられる人身事故が発生したことによるものでまず東港 IC など新進バイパス区間内の各 IC で設置が進められその後すべての IC と橋梁の歩道部に設置されたなお新潟西バイパス各 IC の出入り口には自動車専用道路の規制標識とともに 注意事項を記載した標識が設置されている。併記されている外国語は英語のみで、標識表題部の新潟西バイパス、自動車専用道路の下部にそれぞれ新潟ウエストバイパス、エクスクルーシブカーロードと記載されている。新潟西バイパス、新潟バイパス、新進バイパスの三路線は開通以来、一部区間を除く、ほぼ全区間が制限速度が 時速 60km に設定されていた。このうちに新潟西ワイパスは自動車専用道路であることなどから2007年平成19年4月2日正午からソワインターチェンジ付近昇進 IC の最高速度が時速 80km に引き上げられた。ただしソワインターチェンジ付近は平面交差が近接しているため制限速度は時速 60km に また、小新 IC 新潟西インターチェンジ間は、短い区間の間に合流、分岐が連続する上、線形的にもカーブが連続する区間であり、制限速度は、投校車線が時速 60km、採行車線は時速 50km に、それぞれ設定されている。また、新潟バイパスと、新進バイパスについても、警察庁が2009年、平成21年、 交通事故の危険性が比較的低い一般道路について制限速度を時速 80km まで引き上げられる新しい基準を示したことに国土交通省と新潟県警察が検討を進めた結果実際の交通実態に見合わなくなったことや連続立体交差方式や中央分離帯の設置など構造的に事故発生の可能性が低いこと もともと建設時の設計速度が時速 80km に設定されていたこと、さらには朝夕のラッシュ時の混雑緩和につながることなどを勘案した上で制限速度を引き上げても安全を確保できると判断し、2011年平成23年10月15日から黒崎 IC、三津橋、西聖柴田インターチェンジ柴田 IC 間、柴田 IC より 700m、 ソア川間の 28.5km の区間の制限速度を時速 70km に引き上げる措置を取った。これに伴って歩行者、軽車両に加え、現動着付自転車、小型特殊自動車の通行も全面的に禁止された。また橋梁部の多くは、これまで歩道と車道を分離する防護柵、ガードレールなどが設置されいない箇所がほとんどであったが、2号川橋などは設置済み、 未設置の橋梁部では、速度引き上げに合わせて、同年夏から、防護柵の整備が順次進められた。なお、三菱橋伊藤はカーブと合流、分流が連続する上、平面交差が近接しているため、制限速度は、時速 60km のままである。ソ和インターチェンジ昇新 IC 間は、通常時時速 80km だが、雨天、降雪、ノーム、 台風などの好転時、事故や工事などの時は時速 60km の速度規制が行われる。2010年、平成22年12月から路側放送が行われており、桜木インターチェンジ、七畜山 IC の2カ所に局舎が設けられている。ただし、東日本大震災による節電の影響により、情報がない場合に限り、2011年7月から、 同年12月上旬まで、及び2012年4月上旬以降、放送を休止している。ただし電話での道路情報ラジオサービスは、ラジオの放送休止期間中も通常通り、提供している。新潟西、バイパス、新潟バイパス、新進バイパスの3路線のうち、特に黒崎 IC 竹尾インターチェンジの各インター間は、全国の一般道路の中でも、交通量が非常に、 多く、常に、上位10位以内に新潟バイパスの区間が乱されている。国土交通省の1999年、平成11年度交通量調査では、新潟バイパスの新潟市新東寺、桜木インターチェンジ、四畜産 IC の、平日昼間12時間あたりの交通量が、約1 0万7500台をマークし、1997年、 平成9年の同調査に続いての全国第1位となった。また、同志、女池、メイケインターチェンジ桜木、インターチェンジが3位、同志竹尾、七草が IC 竹尾インターチェンジが5位、同志鳥屋の黒崎 IC メイケインターチェンジが6位にランクインし、全国の上位10地点中4箇所を新潟バイパスの区間が占めた。また、2005年、 平成17年9月から11月に行われた道路交通センサスでは3路線の1地点を対象に調査が行われたが、新東寺では12時間あたり約10万5000台を記録し、第2位、竹尾でも約9万千台で5位、同市立仏、新潟西インターチェンジ、黒崎 IC でも約6万8000台で9位に入り、全線を通して見ても亀貝インターチェンジ競馬場。 インターチェンジで平均6万台以上を記録するなど、新潟バイパスが新潟市中心部の交通結節点として機能していることが顕著に現れた。大都市の道路は自動車の絶対量が非常に多いため交通量も多く、服装が発生しやすくなる。しかし新潟バイパスの場合は、それとは異なり、片側2車線以上で連続立体交差方式を採用するなど、 道路姿に十分な余裕があるため大量の交通を順調に裁くことができ、結果として単位時間あたりに一定の地点を通過する車両台数が多くなることが交通量そのものの増大に関連していると言える。このように新潟バイパスは新潟市近郊の道路交通の根幹をなす最大の幹線として長年にわたり機能している。だが当初は 都市間輸送及び通貨交通と生活交通との分離を最大の整備目的にしていたものの、バイパス各区間の延伸とともに、新潟市近郊の生活圏、通勤圏も徐々に拡大したことから、生活交通目的の車両の多くがバイパスに集中するようになり、結果として交通量は増大を続けている。こうした側面から、 一びバイパス上で事故や故障者等の交通障害が発生すると特に平日の朝夕土曜休日の昼間などにはそれらの影響による渋滞がバイパス上だけでなく接続する幹線道路にまで広範囲にわたって波及してしまうケースもしばしばある2010年度平成22年度道路交通センサスより平日24時間交通量第2005年度 平成17年度道路交通センサスより、平日24時間交通量、第。柏崎方面一時改築区間、つばめ市地蔵道本町新潟市中央区白山浦一丁目、牧バイパス一時改築区間、先のものと同じ新潟西道路新潟西、バイパスルート変更区間、黒崎 IC、関谷昭和町、新潟方面。新潟方面ルート変更区間、 黒崎 IC、関谷昭和町新潟西バイパス原道、国道116号一時改築区間巻バイパス、岩木方面。京都、東京方面、大野改良原道、新潟バイパス栗の木バイパス、新潟方面。新潟方面栗の木バイパス、新潟バイパス、新田バイパス、村上方面。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。